今日は珍しく俺と虎杖、釘崎、真紀さんの4人で任務だった。呪霊の量が多くて大変だったんだが、あと少しで任務が終わるって頃に急に一級呪霊が現れた。俺と真紀さんは他の呪霊に気を取られている隙に一級呪霊の術式を受けてしまい、えって大丈夫ですか真紀さん。おう、めぐみも無事か。なんとか。でも何やらおかしな場所へ飛ばされてしまったみたいですね。なんだここ、何もない部屋。あ、ちゃんとドアがあるじゃん。イタドリと釘崎が見当たりません。バラバラにされてしまったのかも。そのようだな。とりあえずそこにあるドアから外に出てってわけにはいかねえよな。やっぱり鍵がかかってるみてえだ。しかもこの扉かなり頑丈だな。蹴っ飛ばして無理やり開けたりするのは無理そうだ。ああ、くそ、閉じ込める系の術式かよ。でもこういう術式の場合って大体出る条件があったりしますよね。多分どこかに。あ、なんか見つけたか。なんだこれ、部屋の隅に小さな紙切れ、何か書いてあるな。おい、めぐみ、先輩を無視するとはいい度胸じゃねえか。ちょうど身動き取れねえんだ。ここで先輩が優しくご指導してやるよ。マキさん、これ。何か書いてあるのか。丸々しないと出られない部屋。なんだそりゃ。知ってる。なんか聞いたことがある。これはよくある。ご都合部屋と呼ばれるやつだろ。こういうのって大体キスとかそれ以上のことをしないと出られないんだよな。なんだよこれ。この部屋を出る条件だろうけど、肝心の丸々って部分が書かれてねえじゃねえか。何をしないと出られないんだよ。マキさんはこういうの知らないんだな。全然動揺してないし。仕方ねえ、とりあえず大刀で扉にダメージ与えてみるか。壊せる気しねえけど。ダメですマキさん。なんだよ。こういう場合、中で部屋を傷つけたり暴れ回ったりしたら部屋を出る条件がもっと厳しくなる場合が多い。例えば10時間出られない部屋だったのが20時間出られない部屋に変わったりとか。いや別にそういう変な漫画を読んだとかじゃないが、ちょっとだけ目にしただけだが。おいめぐみ、さっきから何もじもじしてんだよ。別にもじもじなんてしていませんよ。なんかお前この部屋知ってそうな顔してるよな。え、最初にこの紙切れ見た時もなんだこれって顔してなかったし、やっぱり知ってんだろ。知りませんよ。変な漫画読んだことがバレる。なんだよ、この部屋を出る条件に見当がついてるならさっさと言え。こんなところさっさと出てさっきの一級呪霊に倍返ししてやる。マキさん、だいぶ興奮してるな。まあさっきの一級呪霊、俺たちをだいぶ舐めてたからな。俺もさっさと出たい気持ちは山々だが、多分キスしないと出られませんなんて言ったら絶対に怒られるだろうな。いや、もうほとんど怒ってるし。それなら早く行ってしまって対処法を考える方がいいか。マキさん、いいですか。多分この部屋は恋人同士がやるようなことをやらせて面白がるような部屋なんですよ。恋人同士？よし、うまくやんわりと伝えられたぞ。なんだよ、恋人同士がやるようなことって。は？それを聞きますか。だってわかんねえし。あんた恋愛偏差値低すぎるだろ。なんだと？今それ関係ねえだろ。終わりですよ。クソ、なんで伝わらねえんだ。それともなんだ、恋愛偏差値の高い伏黒めぐみなら恋人同士がやることってのがわかるっていうのか。別に俺も恋愛偏差値が高いわけでは。すげえ挑発してくるな。もう仕方ないか。マキさんが聞いたんだし俺は悪くない。いいですか、多分ハグだとかキスだとかそれ以上のことをしないと出られないんだと思います。は？言ってしまった。お前よくそんなことが言えるな。あんたが言わせたんだろ。ハグはまだしもキスだと？しかもそれ以上のこととも言ったよな。キス以上のことって、いやもうダメだろ、私たち未成年だぞ。でももし〇〇って条件がキス以上のことだったら、私たちはそれをしないと出られないってことになるのか。
くそ、なんて恥ずかしいことを言っているんだ俺は。マキさんも顔を真っ赤にして固まっちまったし、やっぱりこういう話免疫がないんだな。珍しいマキさんが見れてちょっと得した気分。じゃあねえだろ、今はそれどころじゃねえ。はあ、これからどうするか。よし、めぐみ。はい。ここを出るには仕方ねえ。とりあえず手をつなぐところからやってみるぞ。まあそうなりますよね。部屋を出る条件がわからない以上、いろいろ試していくしかない。お前意外と手が大きいんだな。マキさんは意外と小さいんですね。喧嘩売ってんのか。売ってないですよ、女性らしいって思ったんです。女性らしい？うん、なんか顔が赤くなってる。今の発言照れさせる要素あったか。とりあえず手をつなぐは条件じゃなかったみたいだな。扉が開いてね。次はハグですかね。おう、来い。あばら折らないでくださいよ。そのヘラズ口が治らなきゃ1、2本は行っちまうかもな。マキさんがいつも通りでよかった。ここで変に恥ずかしがられたりしたら調子が狂ってやりにくいからな。めぐみ、もっと近くに寄れよ。はい。う、筋肉質なはずなのに、なんでこんなに体が柔らかいんだ。落ち着け俺、今はマキさんと密着してるんだぞ。ここで動揺なんて見せたらマキさんに伝わっちまう。そうだ、息を止めよう。それで理性を保つんだ。ダメ、息なんて止めやがって。臭いってのか。ああ、なんか空回りした。すみません、俺も俺なりに戦ってたもので。何言ってんだ。にしてもやっぱり扉は開きませんね。となると次は気まずい。次はやっぱりキスですかね。だよな。よし、めぐみ。はい。犬に噛まれたと思え。今からお前にキスをする。は？ちょっと、やべ、腕を掴まれた。キス以上は無理ですよ。釘先に怒られるだろうし、何より恥ずかしすぎる。女が腹くくってんだからお前も頑張れよ。お、逃げないってことは同意でいいんだな。本当にするからな。言ってることが犯罪者みたいですよ。つうか、あんたの力が強すぎて逃げられないんだよ。いいか、行くぞ。あんたキスって知ってます？その勢いだとマジで唇が噛みちぎられそうです。大丈夫だめぐみ、先輩に任せろ。万が一血が出ても翔子さんに完璧に治してもらえるしな。全然大丈夫じゃないんですが。やべえ、この人本気だ。顔が近、マジでもう触れちまう。マジでやめろマキ。え？え？あ、開いたな。よかった。何してるんですかマキさん、さっさと出ましょうよ。おお、最後タメ口使われた。無我夢中で敬語を忘れてたのか。まあ別にいいけど、なんか心臓がざわざわする。なんだこれ。よかった、外だ。つうか俺たち今何かしました？さあ、なんで開いたんだろうな。ん？上から紙切れが落ちてきた。マキさん、これ。あ、さっきと同じような紙切れじゃん。なになに？お互いの名前を呼び捨てで呼ばないと出られない部屋。そんなことかよ。そういえば最後、焦りのあまり呼び捨てでマキって呼んじゃったような。マキさん怒ってないみたいだし、まあいいか。あー、なんか損した気分だ。無駄に疲れましたね。あ、マキさんいた。お、野原。伏黒も無事だったんだね。よかった。術式受けた後、二人の姿が見えないから心配しましたよ。今まで一体どこに行ってたんです？それは、あんな部屋にいたなんて絶対に言えねえ。しかもなんか恥ずかしいこといろいろしちまったし。おい伏黒、何黙ってんだよ。まさかマキさんさらって二人でイチャコラなんてしてないわよね。してねえよ。否定が早かった、怪しい。こりゃ何か隠してますね、釘崎さん。
なんでこんな時に鋭いんだよ。全部吐け。私のマキさんに何してくれたんだ。伏黒、全部吐いて楽になりな。うるせえ。まあ野原、別に何もしてねえからさ。本当ですか。おう、ちな、なんだよ。マキさんまで私に隠し事してる顔してる。なんでわかるんだよ。何があったのか教えろ、伏黒。なんで俺ばっかり。助けてくださいよ、マキさん。さてと、一級呪霊はどこ行ったかな。マキさん、その後おかしな部屋に閉じ込められて一時はどうなることかと思ったが、無事に外に出られてよかったな。でもなんかたまにあの時のことを思い出しては恥ずかしくなるんだが、呼び捨てで呼ばれた時なんかちょっとドキッとしたし。ああ、くそ、考えるのやめだ。このモヤモヤは全部一級呪霊にぶつけてやろうと。動画を見ていただきありがとうございます。鮭、昆布、ツナツナ。他の動画も見てねと言ってるのだと思います。よろしくお願いします。チャンネル登録も忘れないで。